はい、どうも、石原です。今回の動画の内容はこちらです。TikTok で誰でも AirPods CM が撮影できる。そして、発売日ゲット OK? iPhone 14 は発売前に大幅に生産量が増える。ということで、早速ご紹介していきますので、どうぞ動画の最後までご視聴ください。また前回の動画でこちら、iPad mini とか iPad におすすめの折りたたみ式キーボード、アイクレバーというこのキーボードをこちらのレビュー動画でご紹介しています。まあ iPhone でももちろん使えるんですけども、この折りたたみ式で打鍵感がパソコン並みということで、外付けキーボード、ちょっとモバイルキーボードを探していた方にはおすすめできるアイクレバーのキーボードとなっていますので、ぜひね、こちらの動画まだチェックしていない方は概要欄から合わせてチェックしてください。では早速やっていきましょう。そしてこのチャンネルでは最新の iPhone の情報や Apple に関するリーク情報、さらにはガジェットレビューなんかの動画を定期的にアップしておりますので、ぜひ iPhone やガジェットに興味がある方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ここでお得な情報ということで、 Amazon から Kindle Unlimited という電子書籍読み放題サービスがございます。それがなんと今なら3ヶ月ですよ。3ヶ月、99円で、はい、200万冊以上が読み放題ということになっております。僕ももう実際ね、もう毎月、もう10冊以上は読んでいるんですけども、いろんな本があるんですよ、もう、とにかく。で、これ、一月980円かかるんですよ。僕はすでに登録しているので980円かかるんですが、Kindle Unlimited を初めて利用する方、まだ利用したことがないという方は、なんと3ヶ月99円ってもう、マジ激ヤバのもう大キャンペーンが行われています。もちろんね、3ヶ月99円で使って、はい、3ヶ月後に解約してもいいんです。はい。小説、ビジネス書、コミック、ライトノベル、最新の雑誌とか、もちろんファミ通とかいろんなね、もうゲームからファッション関連の雑誌も読み放題でございます。3ヶ月99円。これめちゃめちゃヤバいので、まだ使ったことない方はぜひね、概要欄にキャンペーンのページ貼っておきますので、ここで7月、8月、9月は読書で人生の幅、そして趣味の幅、娯楽の幅を広げてください。TikTok で誰でも AirPods CM が撮影できるということで、CM 撮影とは何ぞやということなんですけど、はい。僕は、この YouTube チャンネルのこの動画の切り抜きというものをね、まあ一部分をこう切り抜いて TikTok で動画投稿しているんですけれども、AirPods の CM 撮影ができるということで、エフェクトね、今流行ってるんですよ。はい。こちらが石原さんの、TikTok のアカウントになります。まあ、まだ登録してない方もいらっしゃると思いますけど、まあ、YouTube と同じ内容なんで別に登録はしなくていいんですけど、まあ、たまにオリジナルの動画とか、ライブとかやっちゃったりしてますから、もしね、その辺が気になる方はぜひね、ちょっとチェックしてほしいんですけど、はい。こちらにね、音は流せないんですけど、はい。こちらの右隅に Go ってあるでしょ。再生回数が508とかもう死んでるんですけど、まあ、他にはね、30万とか35万とかこうね、視聴回数があるものももちろんあるんですけど、今回のこの、AirPods CM 風のこのエフェクト使った撮影、これ、はい、ちょっと音は流せないんですけど、こんな感じなんですね。はい。はい、みんないいねしてくれてますね。20いいねぐらいついてます。あ、コメントついてるね。はい。AirPods Pro 買おうと思い始めました。お、まさやさんいいっすね。はい。こんな感じで、なんとね、気軽に AirPods の CM 風撮影ができるということで、石原の方チャレンジしてますので、ちょっと、もしね、ちょっと気になる方は、ね、音付きでぜひね、僕の TikTok アカウントまで行っていただいて、まあ概要欄にリンク貼っておきますので、行っていただいて、AirPods CM 石原バージョンをお楽しみいただければなと思っております。はい。大した動画ではございません。発売日ゲット OK! iPhone 14 は発売前に、大量に生産量が増えるという、もう、朗報でございます。これは海外メディアのアイモアが報じた内容なんですけども、Apple は、まあ、先週、iPhone 用の新しい OLED パネルの BOE のサンプルみたいなものをね、ちょっとこう、供給しようという可能性を大幅に向上させたということなんですけども、まあ、iPhone 14 シリーズを対象とした BOE の LOLED パネルのサンプルなんですけど、これが中国のディスプレイパネルメーカーのその1ヶ月以内にね、iPhone メーカーの承認を得るということをね、情報筋から得たということになっております。つまり BOE が7月から
8月この BOE っていうのはディスプレイのサプライメーカーですね。この BOE が7月から8月の間 iPhone14 シリーズの4つのうち標準モデルね、 iPhone14 そして iPhone14 Max を対象としたパネルの量産を開始するということです。実際に今 iPhone14 シリーズは生産に入ってるんですけれども、やっぱ供給間に合ってませんよ。はい。やっぱり初期出荷台数とか、去年の iPhone 13でもあったように1ヶ月待ちとか2ヶ月待ちっていうのがもしかしたら可能性として iPhone 14ももちろんありました。しかし、それをちょっと改善すべく BOE のパネルメーカーとタッグを組んで生産量を増やす計画があるということになっております。で、iPhone 14はサムスンディスプレイとか LG ディスプレイなんかを iPhone 14 Pro、Pro Max なんかでも使うと言われております。で、この BOE がその期待を背負って、一心に背負って iPhone 14 の供給量を増やすためにパネル作りを始めるということになっております。つまり、このリーク情報が正しければ iPhone 14の発売前に生産がぐーっと上がって、発売日にゲットできる人たちが増えるということになっております。一応 iPhone 14 の発売時期については9月が発表、発売になって、多分ね、9月の13日ぐらいの週に発表されて、次の週、まあ9月の、いつだ、9月のね、9月の13日が、まあ火曜日とするならば、次の週の23ぐらいに、まあ、発売されるんじゃないかな、というね、予想が高いと。なっております。 We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. 発売される予想が高くなっていますので、まあ、発売日ゲット、もうもちろん予約争奪戦になると思うので、予約争奪戦はね、このね、ライブ配信しようと思いますので、ちょっと頑張って石原の方もね、発売日にゲットできるようにね、予約頑張っていきたいと思っております。なので iPhone 14を発売日にゲットしよう、買おうと思っている方にとって朗報のリーク情報となっております。はい、ということで本日も iPhone 14 Apple に関するリーク情報なんかを皆さんにご紹介させていただきました。今回の動画が参考になった、面白かった、石原頑張ったと思っていただいている方、ぜひ高評価よろしくお願いいたします。最近高評価が本当に増えてきて、本当にちょっとモチベーションが上がって、毎日動画投稿また改めて今月はやっておりますので、まあ、僕の応援を込みで、もしね、僕の動画毎日見たい方がいましたら、高評価よろしくお願いします。そしてね、今後も iPhone 14 に限らず iPhone とか Apple に関する最新のニュース、最新の噂、最新のリーク情報、そしてこちらのガジェットレビューなんかの動画をね、チェックしたい方はぜひ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。